こんにちは、主婦レシピです。今回はチャンネル開設が丸3年を迎えることと、あと登録者数が1000人を超えたっていう節目を記念して挨拶動画を撮ろうと思い撮影しています。簡単な自己紹介やこれまでの YouTube の道のりだったりとか、あとはこれからの方向性とかを簡単にお話しできたらと思います。で、まずはじめに、現在の登録者数は、1700人前後で落ち着いていて、まあ、日々前後はしてるんですけど、1700人ぐらいいらっしゃいます。本当にお一人お一人の皆様がチャンネル登録していただいたおかげでここまでやってくることができました。本当にありがとうございます。3年かかって1700人っていうのは少ないなって、ゆっくりなペースだなって思われる方も多いかと思うんですが、私としては十分満足している状態で、こんなにも多くの方々にチャンネルを見ていただけるようになるとは全く思っていませんでした。本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。私の簡単な自己紹介をさせていただきたいんですけど、まあ、特にそんなになくって、普通の専業主婦をしていて、子供が1人いる3人家族です。で、主婦歴は丸10年になります。続いては、このチャンネルのテーマというかコンセプト、私の思いっていうところを簡単にお話ししたいと思います。チャンネルのコンセプトとしては、普通の家庭料理をみんなが初心者さんでも作れるようになるっていうところがテーマで、健康、自炊するっていうことは健康にもいいし、コスパもいいですし、自分好みの美味しい味に作れて、とってもメリットばっかりで、自炊っていうところの良さを本当に皆さんに一人でも多くの方に伝えたいっていう気持ちでチャンネルを、運営しています。で、私が特に強いこだわりというか思い入れをしているのは、健康的であるっていうところ、家庭料理は健康にとってもいいっていうところをお伝えしたくて、なぜかっていうと、私が学生時代の頃に無理なダイエットをしてしまって、摂食障害になった経験があって、で結構 3,4 年辛い時期が続いたんですが、今は克服したっていう状態で、その過程でやっぱりダイエット法だったり食事法だったり、結構特殊な変わったものとかを取り入れたり試したりしてきたんですが、結局無理なく続けられて、心身ともに健康な状態を維持するために、必要なのは本当に普通の家庭料理で十分なんだなっていうことが分かってきて、今は心身ともに落ち着いていて、ダイエットするっていう感じではなく、普通に食事をしているだけで適正体重も保てるようになりましたし、無理なく一生続けられる、食事法、健康法っていうところで、本当に普通の家庭料理を皆さんに作って食べていただきたいっていう思いがあります。で、本当に自炊、お味噌汁一杯でもご飯を炊くだけでも自炊すると、余計な添加物とかを体に取り入れなくて済みますし、栄養もしっかり取れますし、本当に体にいいと思うので、自分の健康を守るために一人でも多くの方に自炊の良さを知っていただきたいっていう思っています。これまでの YouTube をチャンネル運営していく過程、道のりを簡単にお話ししたいんですが、何もわからない状態から始めて、迷いながら試行錯誤しながらやってきて、今も迷いながらずっと続けているっていう状態が実際のところです。先ほどもお話ししたように、自炊の
良さっていうメリットっていうのを多くの方に知ってほしいって、一人でもお料理しないで外食が続いてるとかっていう方に向けて、少しでも自炊のハードルを下げて、料理を始めるきっかけを作ってほしいっていう気持ちでチャンネルを始めたんですが、やっぱり目先のチャンネル登録者数だったり視聴回数だったり、そういうデータをやっぱり見ることになるので、何がいけないんだろうとかって悩んでしまったりとか、何をもうコンセプト自体崩れそうになったりだとか、もう何をしていいのか分からなくなってしまって、モチベーションが続かなかったり辛くなって悩んでしまったりとかして、数ヶ月お休みするっていう期間も何度も挟んでここまでやってきました。でまたずっと続けたいっていう気持ちは残っているので、ずっと続けようっていう思いでこれからも迷いながらやっていこうって思っています。今後の方向性なんですけど、一人でいくらいいコンテンツだと思って内容を考えたとしても、それが視聴者の方にとって本当に役立つのかっていうのは動画を出してみないと反応もわからないので、やっぱり自分だけの思い込みじゃなくって、視聴者の方々が必要としているものもバランスを考えて、自分がやりたいことだけではなくって、視聴者の方が何が役に立つのか必要としているのかっていうところのバランスを考えながら、自分のできること、プロとかではないので普通の主婦なので、私のできる能力の限りで精一杯できることを形にしていけたらなと思っています。で、休みがちになってしまうことが多かったので、更新頻度も本当は上げたいってずっと思ってますし、そのために撮影だったりいろんなところのハードルを下げて続けられるように工夫したいって思ってますし、本当に試行錯誤しながらこれからも役立つレシピだったり考え方だったりを発信していけたらなと思っています。で、今固まっている気持ちとしては、コンセプトとしては、お料理をしたことがない方だったり、お料理初心者さんが少しでもお料理を始めるきっかけ、続けられるきっかけになるっていうところをに注目して動画を作っていけたらなと思っています。でもまた本当に私の考え方も変わってくると思うので、そしたらまたご挨拶したりお知らせしたりしていけたらなと思います。以上で挨拶の動画を終わりにしたいと思います。これからもレシピの配信を頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。